強制退去になりました。はい。別になんか当たり前か今までよく持ってたなっていうだけ、うん、これに関しては。この格好でさ、それと謝罪とかなんかやらかした人みたいになってる。いやいや、もうちゃんとね、髪も黒くして、はい、あの清潔感出して、はい、ちょっとプヤで撮ろうかなって今後。なるほどね、うん、今後更生しましたよって言ったな、お前、うん、言ったな。絶対更生しろよ。更生はしてるよ。なんかもう綺麗な動画やったら俺らも今後は綺麗な動画撮りたいけど、うん、見てくれる視聴者がおらんから。まあ確かにガキしかおらんから、うん、クソガキどもね。クソガキとかそういうのをあもうそうだと思う。そうだね、子供たちって言わ、うん、ちゃんと更生していくわ。未来あるね、子供たち。なんか僕らのね、壁とかに食べ物をバンってやったり、うん、M 入ってないんかお前。バットで打ったり。ここの管理会社の人が見たらしくてですね、うん、偶然なんかな、でここやんってなって連絡が来て、もう15日までに出て行ってくださいということで、はい、出て行きます。あ、僕の家じゃないんで別にいいんですけどね。でも髪磨いてるしね。めっちゃ綺麗になってる。そうそう、あれフィギュアとかもうなくなってるし。案件ください。壁汚れ職人、これで磨いたら、そうもうめっちゃ綺麗になってくる。案件と思われるって。後でそこも磨かな。確かにこの辺もね、この家ないから誰か住ませてくれや。確かに。いや俺は家あるんですけど、うん、こいつがなくなるんで。確かに募集しよう。うん、家住ませてくれるか、うん、一緒に住んでくれる可愛い子。可愛、うんうん、くなくてもいいけど、うん、か。うん。じゃあ、まあ、なんか金持ってたらね。あれでもいい。誰？黒人の彼女オーディションに来た。あいつ金持ってないだ。肉エリカ。あ、豚バラ肉。あ、豚バラ肉。え、あれで金持ってたらオッケー。もう奥持ってたらいい。奥持ってたら、ね、じゃあ奥持ってるブスか、あんまり可愛い子か。まあ普通の子でもいいよ、ね。頭いい子が好きかな。でもああ、うん。あとあの急に急に物事を言わんとかね、急になメンヘラを起こしたり。うん、あ、メンヘラはあかんね、うん。そういうのを言わない人がいいですね。うん、家から出んへんしな、そもそも。いや、こいつはもうずっと家おるから。家事とかはできるんですか？できへん。うん。できひんのか、うん、できひん。皿洗いもでき、まあやろうと思えばできるけど、やってって言われたらやるけど、うん、尽くしてくれることだったらめっちゃいいや、うん、全部やってくれてみたいな。まあやってって言われたらやるけど、うんうん、まあそういう子を募集してます。まあもしね、なんかあればこいつの DM に取らんけどな。いただけ絶対こうへん。わからん、ワンチャン。いや東京都民でおらんやろ。あ、そもそも新宿近辺がありがたいです。はい、高田の場とかその辺がね、おらんからな。でもなかなか高田のババ住んでる女の子がさ、うち来ていいよって言って、うん、そしたらめっちゃ良くない、うん、いいけど、いや、クソガキしか見てないんだから。小6が実家来ていいよって、実家が高田のババだから来ていいよって。でもシングルマザーだったら行く。あ、そう、ほんまや、うん、そしたらね、それここにここのマンションに住んでる視聴者もおるから、ね、確かにおるで。そっか、この辺のガキは知ってるもんな、大抵、うん、俺らのこと。そうよ。じゃあ実家でもか、実家もか住ませてくれるかと思ったら、うん、いなかったらこいつホームレスくれる方、うん、はい、よろしくお願いします。車買ってるか、買ってくれる方もね。どんどんアウディの TT が欲しいです。はい、贅沢です。鬼の贅沢。アウディの TT 買ってもらおうかなって思ってた。誰に？あの一緒に住んでた子。ああそう。どうしたら、まあいろいろあったからね。いろいろあったから、そう、それも重なり、うん、うわ、じゃあちょっと捨てに行く、掃除とかしますか。はい、どうした、これも撮ってるよね。うん、ちなガチやから。じゃあお前これ磨いてみ。結構マジや、うん、壁、うん、磨いてこれ職人ね。え、ちゃんと商品のスポンジで磨かなの、はい、商品のさ、ちゃんと説明をして。こちらね、売り込むから、この壁汚れ職人といって、はい、こういう壁のシミとかね、タバコとか食べ物とかね、はい、あ、すごい、これをこうパッとこうやるんですよ。ああ、全部はいはいはい、この辺パッとこれで、はいはい、大丈夫です。これでね、めっちゃ強く磨かなあかんで。お、すごいな。すごいな。あ、結構。え、ちょっと、めっちゃ取れるな。すごい。そんな軽くで取れるの？え、結構。ええー。え、すごい。すごい。ちょっと安くなるの、体育費を。案件みたいに紹介してる。ちなみに全然案件じゃない。すごいな。結構ガチです。今素だったよ。え、ほら、もう、え、すごい。何が？え、だってめっちゃ汚かったよ。あんだけバーやってたのに。だいぶ前の食べ物汚れやね、これ。うん。お前が二郎系ラーメン打つからこうなんだよ。いや、お前、この野郎。ほら、え、もうほら、
え、やば、そんだけ飯売ってもこう、こんな新品同様、どんだけ飯売ってもってないから、そんな日本語ないない、何や、どんだけ売ってもどんだけ売ってもこんな最後ね、これだけで、え、すごっ、こういうのも、こういうのも、何年から、あ、ここもめっちゃ汚い、そうここ分かりやすいんだよ、うん、はい、ちょっと危ない危ない確かに、え、ほらすごいわ、確かに、もしかしたらこの動画見て管理会社がやっぱいいよってなるかも、なるかもしれない、そうなればいいけどね、うん、うすげえ、これすごいね、でもリアルにすごいね、壁汚れ職人の職人すぎ、俺ら壁汚し職人やから壁汚し職人ですから僕らは、いや、その辺とか、まあソファーは捨てるとして、まあそうや、え、これすごい、うん、どう、あ、ちょっと動いて、めっちゃ綺麗になってない、すごい、え、こことかやばかったから、やばかったね、ちょっとなんかなんかちょっと違和感はあるけど、うん、これで請求されたら匠だわ、うん、俺匠が分からんべきだ俺の責任、証拠あるからね、やってる証拠、うん、バーンえ、これすげえわ、普通にすごい、うん、壁汚れ職人大丈夫、あ、そここれすごいね、え、ほらすぐ取れる、本当にいいやつだ、アマゾンで売ってたからね、うんうん、お値段は787円、安い、お安い、787円、安いな、概要欄のリンクから取れば、いや、案件やん、もう余裕やん、もっと安いんじゃないの、ほんまに案件じゃないかなんかこういうステマみたいになってるけど違うからね、本当にもう、マジで、いや、もういいんちゃう、そうさなれよ、ほんま、ほんまや、ないよ、もうこんなもんでいいんじゃん、うん、マジでこんなもん、これすげえわ、うん、もうないもん、ないない、うん、え、すごっ、ソファー捨てる、捨てに行こうか、じゃあソファーを、うん、1人 1V でいけるんじゃん、うん、ちょ、これ思い出のソファーですね、いろいろずっと、50円玉出てきた、切ったね、いや、切ったね、カレーパンで、おいカレーパンで、なんでやねんカレーパン出てきた、カレーパンだ、カレーパン出てきたってこある、普通にカレーパンはまあゴミ屋敷のやつ、多分あとここぐらい出てくるよ、ね、はい、ということで掃除終わりました、カレーパンなくなってね、壁綺麗になって、エアコンもなくなって、いや、ほんまや、もう僕らもここでこの大門の粗末ハウスとはお別れです第2の大門の粗末ハウスはお前んちですバレないお前んちやって俺んちではないからな、ちなみに女の子の家やから誰か家粗末にしていいよって人家くれ、うん、マジ欲しい一軒家とかあればぜひ、確かに、それか車かね、うん、宣伝するし、全然、うん、宣伝、うん、頑張って宣伝する、オセロファンの大人なんておらんからこの世に、うん、マジでほら大地さんぐらい、大地さん大地さんぐらいやほんまに、大地さん、じゃあお願いします、お願いします、家欲しいっす、家ください